ですよ、これね、ジャッキーチェーンなんですよ。よくわかんないんですよ。下げて下げて、あと5秒。お腹、お腹、お腹、呼吸、呼吸、呼吸。ちょっと厳しくないですかね。いいですよ。さて、スミさん、はい、今日はスタジオにいます。はい。なんで来てるかっていうと、うん、エクササイズをするために来てます。あら。あって。おばさんやん。なんで来たかっていうとね、まあさ、このコロナ禍でさ、うん、僕たち の, あの働く環境も完全に在宅、うん、テレワークになって、本当ね、まあ、日常的に運動不足が非常に問題になってる、はい、深刻です。我々はね、深刻でした。うん、そしたらね、ドクターエアさんが、頼んでもいないのに、うん、俺たちに専用のエクササイズを考えてくれたから、ぜひそのレッスン、トレーニングを受けてくれってね、あー、なるほど、うん、言われたもんで、はい、今日はここに来てますけども、はい、なんとドクターエア公認のトレーナーさんに来ていただいて、うん、我々夫婦に向けたオリジナルのエクササイズを考案していただいたということで、うん、今日はそれをね、はい、体験してみたいと思いまして、ここにやってきました。はい、というわけで早速先生をねお呼びしたいと思います。今日僕たちを指導していただく先生、上村麻世先生です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はじめまして、上村と申します。よろしくお願いします。可愛い美人さんだよ、ね、綺麗。麻世先生はどういったトレーニングを得意とされてるんですか？私はですね、ドクターエアの公認トレーナーをさせていただいてるんですけれども、ですのでこういったドクターエアの器具などを使いながら、普段はあのこういうスタジオなんかで一般のお客様に向けてダイエットですとか、あとはボディメイクなんかのご指導させていただいております。ボディメイク、ボディメイク。俺たちのこのぶったるんだボディメイク、ね、ぶったるんでしまったんですけど、はい、はい、ね、シュッとしていただけるような、そして爪もぶったるんだボディメイク。沼じゃないんだから。今日はどういう、トレーニングを用意していただいているんでしょうか？そうですね、やはりあのコロナ禍で少しあの運動不足かと思いますので、うん、運動不足を解消しながら、スキーとか、うん、あのスノーボードとか、あとはサーフィンなどもなさると聞いたので、池さんの方は下半身ですとか体幹ですとか、その辺をやっていきたいと思います。体幹、はい、体幹。で、奥様のスミさんの方はですね、はい、女性のならみんな気になるお腹周り、はい、お尻、めっちゃ気になります。よく先生ご存知でしたね。のやば、見ればわかる。あとは二の腕なんか、まあ皆さんね、女性なら気になるところかなと思いますので、そのあたりのメニューを作らせていただきました。妻、何、俺たちのためにオリジナルメニューを作ってきてもらえたってことで、頼んでもないんだけどさ。いやいや、ありがたいよ。ちょっとね、ありがたく、じゃあ今日はぜひねご指導いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速、はい、今日はですね、はい、最近タバタ式だとかヒットトレーニングってちょっと聞いたことあります？ある。あのインターバルトレーニング、うんうんうん、ちょっと激しめの運動とあのレスト休憩を何十秒ずつで繰り返していくものなんですけれども、まあ、それを池さん専用 の, あのメニューでちょっと今日は考えてきましたので、これ専用、はい、優しくやっていきたいと思います。インターバル長めの方がいいかなと思ってます。頑張ります。じゃあですね、まずは、ちょっと上に乗ってみてもらっていいですかね。どうでしょう、揺れを感じますか？もちろんです、はいはい、お腹タプタプなさってきましたかでしょうか？してます。よく気づきましたね。ちょっと上げていきます、はい、もう無理っていうところで言ってくださいね。全然大丈夫ですよ、僕体幹王ですから。分かりました。これ一番もう激しいと思います。マックスですね。やってみましょう。いきましょうか。じゃあですね、はい、このまま今日は、クッキースやってもらおうかなと思ってます。クッキース僕ね、中学校の時によくやらされたんです。しょうがないね、はい、はい、じゃあその感じで、はい、キープしていきたいと思います。はい、30秒いきますよ。せーの、あ、そんなにですね、はい、じゃあお尻をもう少し後ろにグーッと出していきましょう、はい、お尻を後ろに出していきます、はい、もう少し前に傾いて、前に傾いて、そう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 、あ、いいですいいですいいですよ、その調子、はい、先生これね、ジャッキーチェーンなんですよ。よくわかんないんですけど、ね、ちょっともう少し上がって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 、はい、下がって下げ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 て、はいはい、上げて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 下げて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 上げて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 下げて下げて、あと5秒、はい、上げて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 下げて下げて、そこでちょっとキープして、はい、 OK、 おい、降りていいですか？このままお待ちを、はい、これでモードを変えまして、ちょっと今度リラックスモード、リラックス。この時はもうただ立ってるだけなので、はい、これも30秒間
リラックスして立ってみてください。これインターバルの部分なんですか？そうなんですよ。有酸素運動を本当は挟むんですけれども、これのいいところは乗ってるだけで有酸素運動になるので、チームあまり体が温かくなってくると思います。そうなんですね、はい、これ見てる感じだと分かんないと思うので、微振動というか、はい、じわっと足からこう頭のてっぺんまでしっかり、そうですね、はい、僕の声があーってなっちゃうぐらいと思っているところでもう30秒来ちゃったので、はいはい、次はですね、はい、ニーリングプッシュアップというのをちょっとやってみたいと思います、はい、こうですね。そうですね、ニーリングと言います。でこの状態で、はい、今つま先つけたままでいいので、はい、行っちゃいましょう。でそこからもう少し前に行きましょうか。手が、はい、そうですね、その状態で膝をぴょこんと上げちゃいましょう。上がります。でこの時に腰に負担がかからないようにお腹、はい、ここにめちゃめちゃ力入れてください。でこの状態で少し測っていきますね、はい、お願いします。せーの、じゃあ少し下に下ろしていきます。下ろしていきます。そこでキープ、そこでキープ。呼吸止めないように、呼吸止めないように血圧でポンとしてますよ。大丈夫ですか？結構きつくないですかねこれ。まだ半分しかいってない。いや、お腹、しっかり吐いて、しっかり吸って、はい、 OK、 ちょっと30秒過ぎた。じゃあもう一回ね、はい、上にね立っていただいて、はい、有酸素モードにしていきましょう。先生、ちょっと厳しくないですかね。いいですよ、本当にいいですね。僕が勘違いかな。インターバル何秒？30秒ですね。さっきトレーニングも30秒、インターバルも30秒で、今日は設定してやらせていただいてます、はいはい、次行っていいですか？もうですか？もうです。早いですね。30秒経っちゃいましたから、じゃあこっちの下に降りていきます。はい、降ります。はい、じゃあここでやっていきたいと思います、はい、足をしっかり開いて、はい、じゃあ測っていきたいと思います、はい、これも下げていってってなるんですけれども、はい、ちょっとアレンジを変えていきたいと思います。下げてキック、下げてキック、これ30秒いきます。はい、じゃあ行ってみましょう。せーの、下げてキック、もっと高く、下げてキック、もっと高く、下げてキック、いけるいける、もうちょっと下げてキック、まだまだ、また8秒キック、まだまだ、まだまだ、まだまだ、まだ12秒キック、30秒だからね、これあと15秒、下げてキック、もっと深く深く、下げてキック、そう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 、下げてキック、下げてキック、下げてキック、頑張れ、そうそう、同じ足いけるやん、下げてキック、ラスト、じゃあと3回、1、はい、はい、2、3、はい、OK、じゃあ癒やしタイムで、はい、癒やしタイム、癒やしタイム、上に乗ってこれで30、ゆっくりゆっくり、ここは呼吸を整える、おしゃべりも許されないですね。呼吸に集中、水の呼吸、しっかり吐くことでしっかりするので、まず吐いてみましょう。わー、力抜けた。呼吸止めるとこですね。指導してくださいね、先生。はい、OK です。はい、降ります。次、もう一度、はい、次は、はい、さっきはニーリングだったんですけど、はい、つま先をそこに乗せて、つま先をそこに乗せて、もうなんかそれだけできつい気がするんですけど、先生大丈夫でしょうか？大丈夫だと思います。思うかい。これはもうあの古典的なプッシュアップ、腕立て伏せなんです、はい、ただわせわせと30秒間頑張って腕立てをしてください、はい、大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。じゃあ行ってみたいと思います。せーの、はい、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、30秒待たないと思うので1回レストで、ここでレスト、はい、はい、レストで、レストで、ここでレスト、はい、レスト、そのままレストでいきましょうか、はい、じゃあもう一度行きましょう。もうなんですね、ちっとも休んだ気がしないんですけど。はい、行きましょう。せーの、はい、1、はい、はい、2、はい、呼吸してくださいね。はい、3、あと2回、はい、4、もう一度、はい、5、はい、OK、じゃあもう一度癒しタイムで、あ、癒しタイム、上に乗ってください。この時間を待ってた。これもまた30秒。この時に膝をピンと乗るのもいいんですけど、はい、ちょっと緩めて乗ったりすると、ちょっとあのお尻とかお腹とかまた効くところが変わってきますので、このブルブルがさらに、あれ、ね、血流をアップしてくれるんです。なので有酸素運動をすることになるんです。乗ってるだけなの。乗ってるだけなの。そうなんです。楽ちん。そう。楽ちんかな。楽に有酸素運動を今そうなんです、ね、しているのかな。あと5秒で、じゃあ5、4、3、2、1、はい、 OK です。はい。いかがでしたでしょうか。あ、もっ
っとインターバルが長いのかなと思ってたんですけど、はい、ポン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 と、まあ、リズミカルに。このトレーニングの一つのポイントとしては、はい、タバタ式っていうところだと4分間で終了するような感じだったので、はい、30秒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 という感じで今日はやってみました。なるほど、はい、これを繰り返すことで、どこに主に効果が出るんでしょうか。そうですね、やっぱり前半しましたよね。全身の持久力だったり、はい、あと血行の促進だったり、はい、まあ、主に運動不足だったりを解消できる運動になっておりますね。で、週に大体1回ぐらいやればいいかなって。そんなもんでいいの？いや、1週間に1回でいいです。1週間に1回でいいの？これ結構負荷が強いので、はい、1週間に1回から2回取り入れてもらうことで、はい、他の運動の効果をアップさせるものなので、これやることで、うん、スキーとかすごい長時間疲れない俺みたいになると思うので、うん、結構疲れたんです。次これやったら先生全然疲れへんや、はい、もっとすごいトレーニング俺に起こせよみたいになるかもしれない。なるかな、頑張りたいと思います頑張って。はい、先生今日はありがとうございましたありがとうございました。今回のエクササイズの、まあ、総評みたいなものをいただけますか。はい、そうですね、天然パーマ夫婦のように、お仕事がやはりテレワーク化皆さんしてきてしまっていると思うんです、うん、でもその分お家にいる時間は長くなったと思いますので、今日こういった道具を使ったりしながら日常的にやはり運動不足を解消していただけるように、今回のようなエクササイズを、はい、やってもらえればいいかなと思います。次回も頑張れる気がします。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ドクターエアの DC ショップボディープラスでは現在お得なキャンペーンを実施中です。ぜひご覧ください。